はいはい、皆様こんばんは、小田誠です。皆様本日はいかがお過ごしでしたでしょうか。ということでですね、本日こちらですね、トム・クワイルモデルですねがですね、またアイバニーズから出るということでですね、前回のが売れたんでしょうかね。これね、ちょっとそこそこ高いんですけれども、このご時世にしてはそこそこ高いのですが、まあ、全然売れたということでですね、しかもジャパン製でですね、また出るということでですね、しかもですよ、またジャパン製ということでですね、まだそこそこ高いんですよ。これね、楽器屋でいくらで売ってんのかなって思うじゃないですか。まあ32万1000円ということで10万円も安くですね、手に入るということでですね。じゃあ、もう初めから32万で買いときゃいいやんって思うんですけれども、うわ、安い、これなら買えるって思う 25%、いきなり 25% オフですからね、まだ出てないのに出てるんかな？もうカートに入れるって入ってるか出てるんか。まあ、25% オフで買えるということでですね、なんでいきなり 25% オフなんでしょうね。まあ、あれの関係かもしれないですね。その円とドルの関係。これを企画した時には、160円ぐらい言ってたけれども、今140円後半でしたっけ？なんかそんなもんでしたっけ？ちょっとあんま覚えてないんですけれども、そうなったから下手したら 25% オフにしちゃうかみたいな感じになったとかかな。ちょっとわかんないんですけれども、これね、やっぱ今一番アイバニーズが推してるギタリストかもしれないですね。っていうのもですね、これね、32万1710円じゃないですか。で、2日前に取り上げたですね、ポール・ギルバートモデルが16万5000円なんですよ。で、昨日上げさせていただきました、このね、アイバニーズのジョン・スコモデルが10万円なんですよ。で、これどこ製なんでしたっけ、ジョン・スコモデルは。見えるかな、色して、色あるとな。あー、これ何でした、クラフチャイナ製でしたっけ、C って書いてあるやつって。なんかそんなんですよね。というわけでですね、片やチャイナ製ですよ。3機種登場、同時に登場いたしまして、片やね、ポール・ギルバートとね、もうジョン・スコというですね、もう頭上がんないお二人ですよ、もう。本当に。足向けてすら絶対寝ちゃいけないようなお二人を差し置いてですね、もう一番高いモデルを出しちゃう。トム・クワイルモデルということでですね、こちらですね。なんか前回別のモデルを取り上げさせていただいたんですけれども、そちらが売れてたからまたね、こうやって売れるということでですね、つまりですよ、ギブソンのビクトリーも今のモデルが売れれば、ヘッド違いでもう一回出してくれるんかな。まあね、またそれはまた別の話ですけれどもね。というわけでですね、ちょっと見ていきたいと思います。もうね、AZ のオーバル CS テック、ウッド、ローステッドメイプルネックということでですね、ローステッドメイプルのネックなんですよ。もうね、ローステッドメイプルも結構ね、もう皆さん使われてきましたよね。昔は本当誰もいなくて、その色どうしたみたいな言われてた時もあったんですけどね。ね、まあ、ローステッドメイプルということで。でですね、コンパウンドラジアスのフレットボードということでですね。コンパウンドラジアスだそうです。で、ローズウッドのフレットボードですね。ローズウッドでですね、フレームメイプルと、4ミリ厚のフレームメイプルということでですね。で、このオリジナルピックアップになったんですね。まあ、前からオリジナルピックアップだったのかもしれません。トム・クワイルと、アイバニーズの共同開発によって生み出された、トム S シングルコイルピックアップとトム H ハムバッカーピックアップを搭載していますと。微妙な演奏のニュアンスを正確に反応し、様々なエフェクターと相性がいいナチュラルなトーンを提供しますということでですね。なんかこう、ピックアップってたまにオリジナルって あるじゃないですか。それって、なんだかんやそれがいいことって多くないですか。昔ストランドバーグ使ってた時も、なんかね、アルミトーンってあったんですけど、ピックアップで。なんやかんやあれ良かったですね。今考えてもアルミトーンいいなって思いまして、ちょっとストラトの方をですね、アルミトーンにしようかなって。でも見た目がちょっとあれかな。でもちょっとアルミトーンにしたいなって私思っておりますっていうですね。でもちょっと今は高いんかな。まあその辺がちょっとですね、悩みどころなんですけれどもね。あと見た目がですね、ちょっと普通のピックアップの見た目じゃないので、まあそこも好みがあるかなって感じなんですけれども。でですね、ダイナミックス9スイッチングシステム with オルタースイッチということでですね、このオルタースイッチですね、ミニスイッチの切り替え一つで自由自在にハムバッカーとシングルコイルモードを行き来することができ、多彩なサウンドバリエーションを確保しています。限られた機材で一人何役もこなさなければならない現代のギタープレイヤー向けのスイッチングシステムですということでですね、ほんとそうですよね。知識とかね、どんだけつけてもやっぱりギターだけはなんともなんないんでね、そこはやっぱり買うしかなかったりとかするんですけれども、これ1本あればもうシングルコイルからハムバッカーまでで、多分この方ご本人が納得してるってことは、おそらくストラトっぽいやつから、テリカスっぽいやつから、まあ今のハイエンドっぽいサーとかそっち系みたいな音っていうカバーの感じなのかなとは思うんですけれども、まあ厳密にはですね、やっぱ違うんですが、まあそれでも全然ね、音楽的にはマッチさせれるようにできるような感じな気がしますね。で、SSH モデルネックドセンターシングルコイルを直列に配線し、22フレットのハムバッカーサウンドをシミュレートしています。オルタースイッチ、これ何なん？シミュレーターなん？何なんでしょうね。これは22フレットですもんね。22ですね。いや、24やけど22フレットのハムバッカーを、とかなんかそういうのかなんかなと思ったんですけれども。
でもこのちょっとオルタースイッチ今の自分のフェンダーに搭載したいな。万能なものにも仕上げたいんですよね。でですね、まあ五島のブリッジということでですね、ウォームでブライトな音色とレゾナンスが豊かな特徴のブラス製サドル、イナーシャブロックを採用した、T1702B トレモロブリッジです。玄関ピッチは 10.5 のナロースペーシング設計で、スキッピングやハイブリッドピッキングなどの、玄関をまたいだピッキングのしやすさを追求していますとらしいです。でまたですね、アイバニーズエッジトレモロアームやウルトラライトトレモロアーム、カーボン製も、流用できるアームソケットを採用。従来のアームのように回し入れることなく、スナップインでアームを装着することが可能です。アームの取り付け部のトルクキャップを回転することで簡単にトレモロアームのトルクが調整できます。あ、これいいっすね。あ、このタイプね、このタイプね、フロイドローズね、このタイプですよね。加えてスタッドに埋め込まれたイモネジでがっちりと固定することで、チューニングやスタビリティ、レゾナンスに大きく貢献するスタッドロック機構も、標準と装備していますということでですね、まあなんかあるらしいですね。まあアイバニーズ独特の多分後ろのなんかすごいやつですよね。おおみたいな。あれね、普通に全楽器に搭載したらいいのにと思うんですけどもね、なかなかそういうわけにはいかないんでしょうね。なんかでもそれっぽいやつ他のメーカーもっと作ろうとしてもいい気がするんですよね。このアイバニーズのですね、なんか楽なんですよ。あの指で回すだけで裏のバネ調整できたりとかね。なんか時々ドロップ D にしたい時ってあるじゃないですか、こういうアーム付きのギターでも。そういう時ってやっぱちょっと調整、ここブリッジを調整しなきゃいけないのちょっとめんどくさいんで、ああいう風に後ろのダイヤル回すだけでいい感じに調整できるみたいなやつは、いちいち蓋開けなくてね。ああいうのもうちょいね、他のメーカーさんも取り上げてくれたらいいんですけどね。でトレモロノーっていうのがあるんですけれども、トレモロノーでまあ後ろ固定できるっていうのもあるんですけれども、昔それでやってたんですけれども、あれもね、あの後ろ開けるのめんどくさいっていうのがあるので。あとですね、昔はベルトに引っかかってたまたまちょっとネジがガクンってなってしまってチューニングが上がるっていうこともあったので、まあ難しいところですね。でスーパーオールアクセスネックジョイントということでですね、すごい綺麗な家具みたいなすごい綺麗な家具みたいな感じで、すごいすごいですね。なんか甘そうです。ちょっとバタースコッチみたいなね感じしますけれども、木材がですね、まあこれによってですね高い演奏性がありますということでございます。でまあこのモデルがですね、他のですね大御所の先輩方を差し置いて一人ね32万1000円。昔これがまあそんな円安じゃなければ、そうですね、円安じゃなければ20万25万ぐらいだったモデルの方なのかなって感じなんですけれども、まあよろしいんじゃないですかね。良さそう、すごい良さそうですね。良さそうですよね、これも。確かに、まあでもこれ1本あったらね、でも迷うところじゃないですか。これね、誰かのモデルであるこのモデルを買ったら確かに音も良さそうですし、もちろん満足すると思うんですよ。その音色的な部分、プレイアビリティの部分、まあ、満足すると思うんですけれども、この値段だったらサーとかもね、サーはもっと高い、今となってはもっと高いんかもしれないですね。サー買いたいけれどもちょっと手が届かへんって人が買うのかな。でこのね、トムさんが好きな方とかが買うのかな、どうなんでしょうね。まあでも選択肢としては非常にありなんじゃないかと。でもまあどうなんでしょうね、私的にはやっぱりそのアンディ・ティモンズモデルがいいかながいいかなっていうだけなんですけれども、まあね、ちょっとね、このフィルム貼ってある状態のを見させていただいた時にですね、ちょっと安いモデル感ないですか。何なんでしょう、この色あせてる感じがそう見えさすのかな。生で見たら高く見えんのかな。ちょっと安いモデル感があるように見えて、言うてもまあね、そんな別に見た目なんて音にあんま関係ないのでね。でプレステージかっていうか、今の最上級って J カスタムでいいんでしたっけ。プレステージじゃないっすよね。 J カスタムって今もう30万ぐらいで買えないんでしたっけ。もうわかんないっすわもうわかんないっすわ中堅ぐらいのモデルがなんかもう上位モデル、まだそんなこと言ったのってですね、まあいろんな方に思われるかもしれないですけれどもね、やっぱりね、価値観ってね、本当に変わんないですね。だって給料上がってます、皆さん。私上がってないんですけれども。まあね、私みたいな職業の方はですね、いいねっていう部分がありますので、別に上がるもないですし、下がるもないですし、まあ下がる、そうですね、上がるもなければ下がるもなければ、ね、っていう感じなので、あれなんですけれども、ギターってね、だんだん値段上がっちゃってまして、だんだん値段上がってるというか、まあね、なんかね、でも安くていいっていうモデルもガンガン、とことん安くていいモデルっていうのが出てきてたりとかね、するのでね、なんか本当面白いですよね。でね、っていうとですね、たまにですね、じゃあなんか安いモデルばっかり買ったらいいじゃないですかっていうね、コメントがですね、来るんですよ。でね、それをですね、表示させてあげたいんですよ。なんかせっかくコメントしてくれたので表示させてあげたいんですけれども、なんかですね、その確認で表示とかいう欄にもないですし、どうしたらいいんですかね。なんかぶっ殺すぞってコメントしてあげてもいいんですけどね、っていうですね、ちゃんとコメント欄読んでるんですよ。だからですね、だから、ね、めっちゃ変なやつとか言ってなんかもう何回もコメントしてくるやついるんですよ。5回ぐらい連続でコメントしてくる方もいらっしゃってですね、すっげー応援してくれるやんと思って俺のことを。
そんなことも知らないんですが、こう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 なのにみたいなですね。あとまあ他のコメントの方のところにも絡みに行ってですね、このメーカーを知らないのにそんな語らないでもらえますかみたいな、他のコメント欄の人のところにも行ってってですね、なんかとかまあそういう方とかがですね、まあ20年前はそうだったんですけどみたいな、20年前なんかね、楽器もギター弾いてないし、なんかもう20年前に、そん20年前、お前20年前からね、20年経ってその言い方一つ学べへんのかっていうですね、こととかもですね、ございます。なんでですね、ちょっとコメントね、でも全部表示したいんですよ。なんかすごい面白いんですよ。すごい面白いんでね、こう皆さん見てほしいんですけどね、なんとかね。なんか表示されないんですよ。あとですね、すごいいいコメントしてくれている方いるんですよ。私もそう思ってて、それに対して同調してくれて、同調さらにプラスアルファみたいなこともあるんですけれども、とは違うアプローチで、でもこうこうこうだよね、みたいな感じのですね、すごいいいコメントをしてくれる方もいるんですけれども、なんかそれがですね、たまに表示されてないんですよ。なんかそれが何なんでしょうね。すごいずっとなんていうんですか、ずっと本当僕が YouTube でこういうのを始めた初期からですね、いやずっとコメントしてくださる方でですね、なんかこう、あ、これ絶対こう自分の配信を見た上で見たら多分その人のためにもなるやろなっていうコメントなんですけど、なぜか表示してくれないんですよ。でですね、どこにあんのかなと思ったら、その確認もしかしたらスパムになってるかもしれへんと思ってそっち見てもなくてですね、なんで自分のところにコメントは見えるんですけれども、なんていうんですかね、その動画ページからは見れないんですよ。もう本当わからへん YouTube。 そういうですね、まあなんでですね、皆さんちょっと私のですね、この言ってることだけを当てにせずにですね、皆さんのですね意見はコメント欄でね、いろんな意見がございまして、全部正しいんですよ。全部正しいと思いますし、私の言ってることも正しいんですよでですね、まあそんな感じでですね、私も見ておりますし、こうね、皆さんもですね、まあ誰かが言ってるだけの意見だけを見ずに、こうね、コメント欄での方々のですね意見もですね、ぜひ参考にしていただいて、そっちの方が参考になっていることもございますので、ぜひともですね、今後ともですね、そのような感じでよろしくお願いいたします。それではですね、本日の動画よろしければぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね、 X と Instagram の方もやらせていただいておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方もよろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でお会いしましょう。